政府与党は9月末までとしていた電気や都市ガス料金への補助金を10月以降も継続する方向で調整に入りましたこうした中、公明党が地方に多い LP ガスの負担軽減策の継続を政府に求めることが新たに分かりました 政府与党は9月末までとしている電気・ガス料金への補助金を継続し、当面、年末まで延長する案が出ています。こうした中、公明党は地方で利用世帯が多い LP ガス料金の負担軽減策の継続を求める提言をまとめ、今日岸田総理大臣に要請することが明らかになりました。岸田総理は与党の提言を受け、 今日夕方方にも方針を表明すする見通しですまた、政府・与党はガソリンの補助金も年末まで延長し価格を1リットル当たり170円台に抑える方向で検討しています。